この動画は、茨城県の児童生徒へ向けた動画です。皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディ、イバスタの時間です。この動画は、中学校3年生の数学、掃除と日の内容です。この単元では、皆さんに、拡大したり、縮小したりした図形の性質や定理について理解するとともに、 それらを使って図形の性質を考察したり、証明したり、活用したりする力を身につけてほしいと思います。さて、今回は、中点連結定理という定理について学習します。教科書の154ページから155ページの内容です。数学の教科書とノートを用意しましょう。準備ができたら続きを視聴しましょう。 それでは教科書154ページのハテナの問題を見てください。図は線分 AB、線分 AC のそれぞれの中点 M、N を結ぶ MN を引いたものです。BC を固定して点 A の位置をいろいろ変えると MN の長さや位置の関係はどうなるでしょうか ここで動画を一時停止して自分の考えをノートに書いてみましょう。終わったら続きを視聴しましょう。いかがでしょうか例えば、MN は BC の半分の長さであり、MN と BC は平行であると言えそうですね。今回はこのことが正しいかどうかについて考えていきたいと思います。 さて、今回は、先ほどのハテナの問題のように、三角形の2辺の中点を結ぶ線分と残りの辺との関係について調べていきます。ここで動画を一時停止して、目当てをノートに書きましょう。書き終わったら続けて、教科書154ページの問題1に取り組んでみましょう。その際、答えはノートに書きましょう。 終わったら続きを視聴しましょう。問題1の確認です。カッコ1番です。三角形 ABC において、仮定から点 M、点 N はそれぞれ辺 AB、辺 AC の中点であるので、AM 対 MB は1対1となり、同様に an 対 nc も1対1になります。つまり ,am 対 mb と an 対 nc は等しくなります。よって、三角形と比の定理の逆から ,mn と bc は平行であると言えます。2番です。1番の丸1から ,mn と bc は 平行であることが分かったので、三角形と比の定理から、am 対 ab と an 対 ac と mn 対 bc が等しくなり、これらは辺の長さを比べると1対2になります。問題にある mn 対 bc に着目すると、比例式は1対2になるので、この比例式を解くと、 MN は BC の半分になり、丸2番が証明されました。ここで動画を一時停止して、ノートにまとめましょう。終わったら続きを視聴しましょう。証明した内容をまとめると、三角形の2つの辺の中点を結ぶ線分は、 残りの辺に平行であり、長さはその半分になる。この定理を中点連結定理と呼びます。ここで動画を一時停止して、まとめをノートに書きましょう。終わったら続きを視聴しましょう。それでは155ページの91番に取り組みましょう。 動画を一時停止して答えをノートに書きましょう。終わったら続きを視聴しましょう。Q1 番の解説です。問題文に点 M、N はそれぞれ辺 AB、AC の中点ですとあるので、中点連結定理が使えるということがわかります。 それでは、カッコ1番です。点 M と点 N は、辺 AB と辺 AC の中点なので、中点連結定理より、線分 MN は、線分 BC の半分になります。よって、辺の長さを当てはめて計算すると、X の値は4になります。続いて、カッコ2番です。 点 M と点 N は辺 AB と辺 AC の中点なので、中点連結定理より MN と BC が平行になります。平行線の錯覚は等しいので、各 ANM と各 ACB が等しくなり、X の値は45度になります。 続いて、教科書155ページの問題2と Q2 番を考えてみましょう。ここで動画を一時停止して問題に取り組み、答えをノートに書きましょう。終わったら続きを視聴しましょう。問題2の確認です。問題にある手順通りに考えていきます。まず、 対角線 BD を引きます。画面では対角線 BD は延長したものを書いています。次に三角形 ABD に着目すると点 P と点 S がそれぞれ辺 AB、AD の中点であるので中点連結定理を使うことができます。よって線分 PS と線分 BD が平行であることがわかります。 また、PS の長さは BD の長さの半分であることも分かりました。同様に、三角形 CBD に着目すると、点 Q と点 R がそれぞれ辺 BC と辺 CD の中点であるので、中点連結定理より QR と BD は平行であり、QR は BD の半分であることも分かりました。 よって1番と2番より四角形 PQRS において PS と QR が平行であり PS と QR の長さが等しくなります。つまり1組の大変が平行で長さが等しいので四角形 PQRS は平行四辺形であることが分かりました。 ここで動画を一時停止してノートをまとめましょう。終わったら続きを視聴しましょう。Q2 番についての確認です。図は問題2と比べると、点 C の位置が線分 BD に対して、 点 A と同じ側にいる状況です。線分 AB、BC、CD、DA の中点は、それぞれ P、Q、R、S なので、点 B と点 D を結ぶと、三角形 CBD で、点 Q と点 R は、それぞれ辺 BC と辺 CD の中点になるので、 中点連結定理が使えます。よって、QR と BD は平行になり、QR の長さは BD の長さの半分になります。同様に、三角形 ABD で点 P と点 S は、それぞれ辺 AB と辺 AD の中点になるので、中点連結定理を使うと、PS と BD は平行になり、 PS ののの長長ささは BD 半分になることが分かりましたつまり1番と2番から QR と PS は平行であり1000分 QR と1000分 PS は長さが等しいということが分かるので1組の大変が平行で長さが等しいという平行四辺形の性質に 当てはまります。よって、四角形 PQRS は平行四辺形であると言えます。いかがでしょうか中点連結定理を使って問題を解決することができたでしょうか使いこなせるようになるまで、いろいろな練習問題に挑戦してみましょうね。 今回は中点連結定理について学習しました。この動画の視聴後、本日の学習で分かったことやできるようになったことをノートに書きましょう。また、今回の学習で考えたことを学校の先生や友達、お家の方などに聞いてもらうといいですね。以上で、掃除と日の154ページから155ページの学習を終わりにします。